どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度問い81から問い90までの過去問について解説していきます。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、ということで、引き続き第3章のところなんですけど、問い81番です。貧血及び貧血要約に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A は正解、B なんですけど、鉄製剤を服用すると、便が赤くなるよとあるんですけど、赤くなると、これ、なんかね、出血伴ってるような感じがしますから、ちょっと違いますよね。これ、鉄剤というのは、酸化、鉄って酸化すると黒くなるじゃないですか。そうですよね。10円玉が黒くなったりとかしてくると思うんですけど、あとは、砂場の砂鉄とかも黒いですよね。だから、そういった意味では、ここ、鉄製剤は赤でなくて黒くなってきますので、B は誤りです。はい、そして D なんですが、貧血の症状が見られる以前から予防的に貧血用薬を使用することが適当ですよとあるんですけど、予防的には好ましくありませんので、予防するのであれば食事だったりとか、そういったところで、補っていただく必要がありますから、 D は誤りなので答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い82番です。循環器用薬及びその配合成分に関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、はい、誤っているのは3番となります。はい、まず効果は高血圧などにおける毛細血管の補強とか強化の、効果を期待して用いられますよとあるんですけど、効果は違います。はい、効果については、こちらですね、血行促進という働きがあります。血行をですね、こう促してくれる働きがあるので、なので例えば鬱血とかを起こして血の滞ったりとかしているところをですね、血行を良くしていくのが効果の役目になりますから、なので今回ここの高血圧などにおける、毛細血管の補強とか強化をの効果を期待していくのは、これはですね、ここに書こうかな、ルチンの内容となりますので、ルチンですね。だから違っております。はい、なので、こちら3番が誤っている記述となりました。では次行きましょう。問い83番です。G および G 質要約に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番、こちらもですね、3番が正解となります。 A、B 正解、それから C なんですけど、耳郎は肛門の出口から、やや内側の上皮に傷が生じた状態で、一般に切れ字または裂け字と呼ばれますよとあるんですけど、切れ字、裂け字とかって呼ばれるのは、これは裂口になります。なので違うんですよ。そうで、今回ここの耳郎というのは肛門腺下というところにですね、糞便のカスとかが入り込んでしまって、そしてそこで炎症を起こしていくのが、耳郎なので、こう痛いんですよ。めちゃくちゃ私なったことないですけど、でもなってる方とか結構見たりすることがあるんですけど、本当痛そうです。なので、結構ね、こう耳郎って最悪の耳炎だと私は思っておるんですけど、でそんな耳では他にもですね、耳郭という耳がありました。自覚に関してはイボ字に、なりますので、なので、自覚はですね、内自覚、外自覚というところもありましたから、まずは劣行や、それから自覚、そして耳郎の3種類の字についてしっかりと、特徴を確認しておいてください。はい、ということで C が誤っておりますので、3番が正解となりました。では次行きましょう。問い84番です。G 質用薬の配合成分に関する記述のうち、誤っているものはどれでしょうかということで、はい、こちらもですね、誤っているのは3番となります。3番、開花や開花はいずれも主に抗炎症作用を期待して用いられるよとあるんですけど、うん、そうかもしれないと思っちゃうんですが、開花開花に関しては止血効果があります。そうなんです、止血ですね。そう。だから、主に炎症、抗炎症作用を期待して用いていくのは、この字のところでいくと、こちらですね。O
ゴンとか、西洋土地のみが、抗炎症作用を期待して使っていきますから、なので、ここのところは違っております。はい、なのでもう一度ですね、ここ生薬結構難しいですよね。はい、そこをしっかりと確認しておいていただきたいと思います。はい、ということで3番が誤っている内容となりました。次行きましょう。問い85番です。泌尿器用薬として使用される配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正しくなっております。はい、A なんですけど、カゴソウはアケビ科のアケビまたはミツバアケビのつる性の、茎をつれですね、横切りにしたものをですね、起源とする生薬ですよとあるんですけど、これはですね、このアケビって皆さん知ってます？アケビってこう実がなるんですよ。紫、山の方で取れるのは紫色なんですけど、山じゃないところだと、なんか多分こう気温の変化なのかな、ちょっと詳しくないんですけど、ちょっと茶色っぽい色の実ができたりするんですけど、で、中にですね、なんか種が入ってるなんかこう、ものが、なんで、果実みたいなのができまして、そこをちょっと食べるんですけど、結構ね、こう、独特の甘みがあって、美味しかったりするんですが、で、そんなアケビっていうものはですね、これ、生薬ではですね、こちら下に書こうかな。木通と言っていきます。ね、なんか茎の部分使っていきますから、こう、つる状のね、ものになってるんですけど、そこの部分使っていきます。木通っていうところですね。だから、カゴソウに関しては、こちら書いてみました。ね、カゴソウは、シソ科の、ウツボグサの、こちらですね、花水を使っていきます。花水ですね。なので、まあ、花の部分を使っていきますから、ああ、そうなんだなと思っておいていただくと良いかと思います。はい、このあたりも、こう、なんですかね、生薬ってイメージしづらいので、ぜひぜひ、こう、言葉だけだとあれなので、ぜひぜひね、こう、写真とかね、インターネットとかで検索していきますと、生薬の写真もありますし、あとは植物の写真とかもあったりしますので、ぜひぜひ探してみていただくと、イメージ、しやすいので、そのような形で覚えていただくと良いのかなと思います。はい、ということで、こちらですね。なんだっけじゃないですね。A ですね。A は誤りになりますね。はい。それから D なんですけど、伏量は、ツツジ科の、熊コケモモの、葉を、起源としますよとあるんですけど、こちら、熊コケモモ、ツツジ科の熊コケモモの葉に関しては、これは、うわ、うるしね。うるしになります。はい、ということで、もうちょっとカタカナがね出てこない、ちょっとやばいですけど、上うるしの、記述になっちゃいますから、なので、こちらにも書いてみました。伏量はですね、猿の腰掛け科の松ほどの金閣、あのキノコなんですよ、キノコです。猿の腰掛けというキノコがありまして、こういう松の木とか梅の木とかにできたりするんですけど、その、要は猿、お猿さんがこうやってちょんと座れるぐらいな感じの、こう結構大きな扇形のした、ものだったりとか、種類ね、いろいろあるんですけど、その、金閣を使っていくのが伏量というものになりますので、なので、実際にこう、生薬として売られているのはですね、そのキノコとかをこう崩したりとかね、崩してこう、成形したようなものとかも販売されておりますので、ぜひ、ちょっと知っておいていただくと面白いのかなと思うんですけど、まあそういった、金閣を使っていきます。はい、なので、こちらも伏量と、あとは、上漆の、違いもちゃんと確認しておいてあげてください。はい、ということで答えは4番が正解でした。では次行きましょう。問い86番です。婦人薬及びその、適用対象に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、A は、こちらですね、血の道昭和ということでいろいろ書いてありますよね。そして、更年期に限って現れますよとあるんですけど、それ違います。ね、女性疾患全般的に、出てくるのが、この血の道症のところになりますので、更年期だけに限ってというわけではありませんから、A は誤り。それから B は正解し、女性ホルモンの一種であるエステラジオールは、母乳を与える女性の使用が推奨ダメです。ね、妊婦さんもダメだし、授乳中の人もですね、基本避けていただきたいなと思いますので、なので C は誤り。ということで答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い87番です。
以下の記述に当てはまる婦人薬の漢方処方製剤として最も適すものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。最後、桂枝甘強湯というものなんですけど、桂枝と甘強というのは、桂枝はシナモンと考えていただくといいと思います。で、甘強は生姜のを一回湯通しして、茹でて、そしてそれを乾燥させたものなんですけど、体の芯から温めたりとか、あとは桂枝もですね、こう体の末端とか温めたりすることが結構得意だったりするんですけど、なので今回この方はですね、結構こう冷えてる人だったりとかするんですよ。なので、そのようなところではですね、こう最古とかっていうのもですね、こう上に上がってきたようなものをですね、こう下に落としていくような役目がありますので、特に寝汗とか、頭部の発汗とか、そういったものに方に対してもですね、こう上に上がってきた要は頭部の発汗って熱くなりますよね。熱くなっているので、それを下に落としていくような役目があるのが、この桂枝、最古桂枝甘強湯というものになります。はい、ということで、その他ですね、こうなんか風邪の後期とかに使いますよとかっていうところも、そうですね、使うこともできますので、なので、このあたりですね、あとは一番最初に冷え症とか出てますよね。そんなところもですね、ポイントにしていただきたいと思いますので、問い87は1番が正解となりました。はい、では次行きます。問い88番です。アレルギー及び内服アレルギー用薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。4番が正解ですね。はい、 A なんですが、鼻炎用内服薬には鼻粘膜の充血や、腫れを和らげる成分としてアドレナリン抑制成分が含まれるものがあるよというところなんですけど、よく読んでください。登録販売者でアドレナリン抑制成分って出てきましたっけって言ったら違いますよね。そう、アドレナリン、抑制じゃなくて作動成分になりますよね。はい、ということで、そこのところですね、間違えないように見落とししないようにですね、しっかりと確認してあげてください。なので A は正誤りですね。それから B は正解、そして C なんですけど、アレルゲンのことを抗原と言っていきます。そしてそれの接触以外を原因とした、ジンマシンは知られていないよとあるんですけど、そんなことないですよね。なので例えば薬疹とかね、そういったものとかも、該当してくるかなと思いますので、なのでそういったアレルゲン以外の、ところでジンマシンとかもね、出てきますから、 C は誤りです。はい、ということで4番が正解となりました。では次行きましょう。問い89番です。内服アレルギー用薬の配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。 A、B 正解、 C なんですけど、メチルエフェドリン塩酸塩には依存性はないよとあるんですけど、そんなことないです。アドレナリン作動成分の、こういったエフェドリン関係は、依存性が出てきましたよね。はい、ということでそんなところをね、しっかりと確認しておきましょうね。いいでしょうか。はい、ということで、2番が正解でした。はい、では最後、問い90番です。鼻に用いる薬に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、 A、B 正解、 C なんですけど、クロモグリク酸ナトリウムは抗ヒスタミン成分と組み合わせて使用してはならない。いや、そんなことないです。実は抗ヒスタミン成分と、要は働くところが違うじゃないですか。そうですよね。このクロモグリク酸ナトリウムは抗アレルギー成分と呼ばれるもので、肥満細胞からのヒスタミンの遊離を抑制していくんですけど、抗ヒスタミン成分は、そうですよね、ヒスタミンの受容体に結合するのを、抑制していきますから、アプローチするところが違います。はい、だから、ここ併用していく、ことが組み合わせて使っていくことが多かったりしますので、 C は誤りです。はい、それから D なんですけど、ヒスタミンの遊離を抑える成分はアレルギー性ではない、鼻炎や副鼻腔炎に対しても有効ですよ。はい、ヒスタミンの遊離を抑える成分というのは、これは、先ほどやったクロモグリク酸ナトリウムの抗アレルギー成分というものになりますよね。はい、でそれらは、要はヒスタミンというのはアレルギー性の、反応で関係してきますから、なのでアレルギー性でないものに関してはこれ無効になってきますので、 D は誤りということで、答えは2番が正解でした。はい、ということでここまでいかがでしょうか。できたところ、できなかったところ多々あるかなと思います。特に生薬はですね、ちょっと難しかったかなという感じはするんですけど、でもいやいやいやと、
よく見ていきますと、実はですね、何度も出てくるような、生薬が多かったりしますので、ぜひぜひですね、できなかったところ、しっかりと復習して、次同じような問題が出てきたらですね、必ずできるようにしておいてあげてください。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問などにもお受けしておりますし、あとは、試験の情報だったりとか、いろんな、情報ですね、配信しておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。